はいどうも。あ、おーとせ、あ、たちょっと待って、三角四角が下段、バツが中段な、バカな、そんなバカな、これが上段だ。丸が中段、バツが下段、四角が中段。まあいいや、普通でいいや。スパコフ&ゲートルソードマン。グレートソードマン、はい。ゴーブドさん、ケロさんいらっしゃい。グレートソードマンのファミコン版移植が武蔵野剣です。最高。おい。おい。お、はい。ちょっと待ってね。はい。はい。ちょっと見とく？いや、見なくていいや。クレジットどこ？クレジット。入った。はい。ちょっと待ってね。なんか画面くれえな。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。あ、タイムなんかないの？あーん。やべえ。鎧。あ、で、OK で。いけたけど。取れ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 。はい。はいはいはい、いや。一回出しとくか。はい。はい。そんなけ今日寝る前に1枠ね。これやったら、エアロバイク乗って、風呂入って、いや、シャワー浴びて。はい。いや、小学校の時ワンコインクリアできたんだけど、もう無理だな。そうで、あ、できた。ちょっと暗い。今度もまた暗い。これか。はいはいはい。はい。はい、来た。これ、右手に持ち替えてレバー上下やってたな。わら。なるほど。俺はどうだったろう。あー危ない、あー危ない。いや、いいわ。はい、はいはい。どうやってだろう。右手でやってたかな、かもしれないな。え、キーさんいらっしゃい。ちょっと待ってください。おお。アマゾネスは使わないですか。アマゾネスはそう、いずれやんなきゃな。あ、やっちゃった。なんで？これそう、小学校の時に俺に聞きたいわ、このゲームのコツを。どうやってやるのが一番、ああ、なんか無敵になった。やべえ、でもあれだ。剣が治っちゃう。大名渡るさんいらっしゃい。基盤は持ってないからな。赤はなくなっちゃったな。やるかじゃあ、せっかくだから、久しぶりだし。やべえ、脱げた。脱がした。アマゾネスバージョンでもバンされそうだ。はい。金の盾って壊れないんだっけ？エロゲ。エロゲ？エロゲ。久保二田さんいらっしゃい。なんかすげえ戦いづらいんだけど、なんで？すげえグイグイ来るんだけど。クリアだったんですか？こんなに来るこの人。わら、わこつ、戦うふりしてハイデクと聞いて。エロゲか？あれ？この人なんでこんな積極的に来る？よし、よし、脱がす。あー、パンツ、こっちパンツ、こっちもパンツ、向こうもパンツ、危ない。全部ハグ、全部ハグのやりが、プレステ2版規制入ってるから、プレ、いや、マジゲーセン版おっぱい見えるから、ちゃんと。小学校の時の俺に笑われるぜ、マジで。あー、あ、嘘でしょ。嘘。そうなんだ、わら。ただ、おっぱいが見えるバージョンも持ってはいます。あ、危ない。あ、持ってはいるが。ゴリオス相手かな。こいつだってこんなに前来るっけ。あ、これノーマルだから安のない。ずっとノーマルでしかやってなかったんですよ。黄金プレイのシロ。なんだって。城ってなんだ
トイボールのもクッソ好きやったねえ、なんか小学校の時ってそういうの全部やったよな。盾なくなっちゃうぞこれ。盾、剣切んなくて1ヶ月。いやでも剣を折って、ソードネスさん、脱がしに来てやがる、わらの。パイを詰めるために必死こいて1、クリアできるようになったんですね、納得。いや多分それはあると思うけど、倒しちゃったけど、なんだ、せめて脱がしたかった。殺さないことも可能だからな、あれな。訴訟ってなんだよ。勝っちゃダメなのに。はいはい。ネットで検索したら、イレイネにすごいファンがいるんですね。絶対に許さない。盾来た。危ない。ふるー。はい。なんか入ったね。タイトメモリーズ。2上巻ですね、これは。でも黄金の城だけ、マジこれ黄金の城だけでも俺買ったわ、これ。脱がさなかったー。いや、脱がせなかったんだよ、正確には。来たぞ、これ。終わったと思ってた。終わったと思ったでしょ。いや、こいつどうやって倒すんだろう。小学校の時に俺に攻略を来た。はい。壊れろ、いらっしゃい、戦いの番か。壊れないんですけども、脱ぐの見たくない敵、脱いじゃってるから、これ以上脱ぐなっていう。壊れる、こっちの剣が弱いのか。ギミック満載なんだよな、楽器の食いつく、確かにな。キャラはでかいし、喋るし、なんか脱げるし。これより腕クリアできるようになるまでいくらくらいかかったんですか。いや、あのね、昔って基本的に子供の時、近所にゲーセンがないっていうのはすごいわかるんだけど、子供の時ってゲーセンって基本的には人のプレイを見に行く場所なんですよね。だから上手い人のプレイとか見て盗むんですよ、かなり。で、自分はすごい限られた金額でやるから、あとバリア張れるのも、わかる。だから後ろで見てるだけでもう最高、もうそれだけで至福の時間だと。自分でやってもどうせあんま上手くないし、人のプレイ見てるっていうのがすごい。結構プレイしまくった人多かった印象ある。ちょっと待って、どういうこと、何の話。そうじゃなくてさ、ごめんね、俺4歳からゲーセン通ってるから。もうちょっと次元が違うと思うけど、いやだから俺小学校入ってからはかなりやってたけどな。だけどやっぱ見に行く、そんなにね、昔は自分でやるとすぐ終わっちゃって悲しい。そうだから、あの幼稚園の時ね、ギャラガとか、ギャラクシアンか、意外とむずいからな。やべ、増えた。でも人のプレイを見るっていう時間はすごい長かったと思うんだよね、小学生ぐらいだと。それはもう金を持ってるやつはいたんだろうけど、見るのも食えるように見てましたね。そうそう、で、その上手い人のプレイを見るのが、とかこ、なんか超憧れの大人みたいなさ、こういう人に、こういう大人になりたいと。今見たらどうなんだろうな、その大人が。そのうち見られる立場に。そう、よし、カップルとかがね、ちょっとプレイさせてくれたりするんだよ、彼女にいいとこ見せようとして。当時は本当に見て覚えるってのがデフォというか、そう、で自分のプレイにすごい生かそうと思って必死で覚えるんだよね、攻略を。だからそういう意味では、あの頃のゲーセンは男性行ってた人は、ああ、そっか。いやでもね、不良のたまり場っていう印象が強かったみたいで、働いたら負けの大人だったのかなね。だからやべえ、こいつまずおらなきゃいけなかったわ。戦いに行っちゃった。へえ、ゲームで上手いプレイヤーは。そうね、そう、ゲーセン禁止だった。そう、基本的には禁止だよ。いや、うちの小学校時代なんて、小学生でゲーセンに行きたいがあるやつがいないっていう思ったのか、禁止にすらなってなくて、中学になってやっと禁止になってたけど、もう、いや、言わなくても分かんだろ、小学生ぐらいだったらっていう感じだったから。もう、でも俺幼稚園から行ってたから、もう余裕で行ってたけど。だから周りから俺は不良だと思われてたらしいんだが、それは俺がバンドを始めた頃に、バンド仲間に言われて、俺小学校の時、お前のこと不良だと思ってたって。小学校で高学年の時すごい仲良かったのに、なんか、今さら言われてもって感じだった。そうだったんだみたいな。時間は長い。だがそれがワクワクしていたのもありました。そう、いやだって最新のゲームを
言ったらプレステ4のゲームが見れるみたいな感じだよ。だからで子供行けば、あ、待って待って、行けば見れる場所があって、そう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 、あー、これ立て、あ、無理が、あ、壊れた壊れた。人参がかつ上げされたの聞いて、ゲーセンは怖いもんだと思うとったわなるほどね。ボンボー来た、これかつ上げはなかったとか、今ちょっと右手に持ち替えた時にやられた。これ鎧が全部ないとできないんだっけ、バリアって。コンボー来たのはいいんだけどさ、これなくなっちゃうんだよね。鎧が減ってるとなくなり、やばい、来た、これ忘れてた。ちょ、来た、脱がせたくなる相手、パート2が。もう脱いで、ほぼ脱いでるけど。はい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 、危ねえ。ここない、この面だよ、この難しいところ。いや、これでもまあ、あー、ダメか。強引に行く。よし。はよ。だからもう脱がないんだって、これ以上。しかも足やったから。いやいや、あれ脱がないって、あれ以上は。あれ、なんか弓とか壊せんのかな。あいつは無理なんだって。もともとおっぱい見れない、多分。見れんのかな知ってた、このゲーム、さらに続編があるって。お、危ない、危ない。どうやってやんだっけ、どうやってやんだっけ。あ、乗った、乗った。乗った。チートです。あ。どうやってやんだっけ、どうやって。もう米は行って、また抜ける。やめろよ。当時はゲーセンだけでなく、駄菓子屋とかも。詳しくってない。あ、降りちゃった。あー、危ない。ふぅ。あの、ブランディアだっけ。俺だからこのシリーズ、グレートソードマン、黄金の城、ブランディア、全部好きなんだよ、なんか。で、後で続編とかシリーズものって知って、マジかと思った。どうしよう、こいつ。こいつもう嫌だ。なんか、いや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 、早い早い早い。あー、痛いよ。ってのがこれの関連作だと思って。違う違う。それは別の作品の関連作だよ。あれ、ジャレコだっけ、黄金の太陽、あれの続編だっけ。そうだよ。え、何が騙されてんだよ。ああ、うわー、こいつの攻略マジ聞きてー。俺、小学校の時の俺に、これ無理だな。あれ、ワンプレイ終わっちゃったぞ。キャストオフしまくってる。脱げまくりだよ。キャストオフの衝撃で倒したよ。あ、ちょっと待って、これコンティネってどっから、3面から、どこだよ。2面の最後じゃん。2面、ここかい。しかも道中じゃないか。ちょっと待って待って、違う違う違う、取れちゃったよ。なんだよ、ちょっと待って待って、ふふ、無理無理無理。タウンズのブランディア欲しかったな。あ、タウンズに出てんな、あれすげえな。あんなもん出したんだ。どんぐらいの移植度だったんだろう。俺の予想では結構移植度は低い気がする。よし、来た。あのゲームだってかなり原平等までんとかより厄介だもん。なんか絶妙なつまらなさが。ダメか。ダメだ。おい、上にガードを移させてからの無理は、無理がある。よし、あー、ダメか。頭取れちゃった。サンダル見えちゃった。だから脱げし、こいつ脱がしてもしょうがない。2ありましたよね、わら。2ん、ブランディア2、ボーってなんだよ。ポーって言ったのあ、脱げる脱げる。うわ、パンツ、俺も脱げた。お、真ん中、上、下。タウンズの移植もよし。ビングのイメージ。ビング、あ、ビングってタウンズの移植やってたんだ。サターンとかプレステでなんか台頭作ってるイメージがあるわ。ビングってそれ以外何やってんだろう。痛えなあ。あれ、イケメンなのかな。どれが主人公。いや、そう、顔はよくわかんないね、正直。顔出てくるっけ、主人公って。危ない。真ん中、上、どこ、あ、やべ、チューン、危ない。よく脱げるの。ブランディアを21で入れてたのは続編だったからなのか。嘘、あ、そんなことしてたんだ。え、どこにタウンズに、タウンズ、じゃあこれも出てんの。来た来た。あ、嘘、移植物。あー、でもこいつ、あれ武器、あ、まあ、いっか。たまに笑うよな、こいつ。これ、なんで、何の時に笑うんだっけ、これ。いや、俺、小学校の時の俺に攻略を聞きたいゲームが意外とあるんだよな。
へえ、そんなゲーセンにその時期にブランディアの頃に2個入ってるやつなんかあったんだ。なんか複数ゲームが入ってる最初ってなんかネオジオってイメージあるけど。凌介さんいらっしゃい。黄金の城やってます。パンツ、これって殺傷能力あるよね、あの塚の部分っていうか塚っていうか。ちゃうけど、魔人サーガも全編ビッグモードで頑張ってくれたらな。令和でも売り1回しかできないから。やべえ、これ無理だ。これはきつい、これきつい。はい、縦無理か。うわ、来た。ああ、このこれはきつい。パンツ見えた。ちょっと待って、パンツ危ない。レトロゲー枠でスイッチで基板変える改造をしてたんですが、これとブランディアを入れてた時期がありました。うん。あ、ちょっと待って。ちょっと待って、どういうこと。え、ちょっと待って。昔のゲーセンの話じゃないのか。何の話だか全然わからん。今日はちょっと話がわからないな。昔の自分が勤めてたゲーセンの話じゃないの。はい。10年くらい前ですね。あ、10年くらいだったら全然ネオジオ世代？うん、最近のゲーセンか。10年ぐらい前だともうあるよね、多分ね。豆的な感じのやつとか。あー、でもどうだったろう。ネオジオ自体は92年ぐらい。すごいニッチのゲームですね。え、何がこれ。そうかもしれん。上登れたい、上登れたい。上登れなかった。上は登り方が、私誰か言ったな、なんか。もう小学校の時の俺はもう目隠ししてでもできたのに。ていうか俺さ、武器変わってね。ちょっと待って、無理。あのレーザーは無理で、これが全部回復。このレーザーに関しては無理なんです、バリアでは。ああもうくわ、これ毎回一緒だから昔は全部覚えてたんだけどな。消えた。このスピードについてこう、ああ、近い、もう無理。うわー、これ、こう教えてくれー。当時の俺、どうしよう。あれだ、催眠対抗で。ねえ、何なんだろうね。今やっても同じだけ面白いもん。ダメだ。こいつ、マジダメだ。なんか多分違うんだろうな、この方法じゃなくて。あ、ダメだ。相手に合わせて切っちゃうと前進しちゃうから深く入っちゃうな。あ、終わっちゃった。終わったよ。これ最初からやった方がいいような気がするわ、むしろ。色褪せない痛快までも十分通用するかと。うん。しかもこれね、どうなんだろう。このゲームを知らない人が見たときどう思うんだろうね。戻ろ。何やろうかな。グレートソードマン入ってねえかな。入ってねえんだよな、これな。グレートソードも入れてほしかったな。ダウンズゲームリスト見てたらうっかり買っちゃいたくなるな。すごい。シュール。シュールな感じがする。なるほどね。あー、でも、ファミコンの武蔵の剣の世界ゲームって言える？あ、そう。いや、この一作前のグレートソードマンってゲームを見てもらったらわかるんですけど、あれがすごく武蔵野剣に似てるんですよ。グレートソードマンは昔ファミコンに移植する予定があったんだけど、なぜか、なんか移植されなくて、気がついたら、武蔵野剣だったんです。武蔵野剣として発売してた。アーネスト・エヴァンスと聞いて、違うし、あっちは源平とマデンっぽいし、どっちかっていうと。っていうか、クレイジーさんいらっしゃい。ジンガさんもいらっしゃい。ふんふん、どうしよう、曲違うんだよね、あれね。中華大戦、なんで俺こんな嫌いなんだろう。やってみようかな、和解できるかもしんねえな。チャンピオンレスラー。だからジム縦集が多いね。忍者キッズ。なんかこう、じゃあダイナレックスを見よっか。が変にリアリティだけど、動きがめちゃくちゃのアンバランス加減がシュールだな。あー、なるほどね。たださ、今のゲームよりも記号的だよね、かなりね。だから記号的っていうのはやっぱりキャッチーではあると思うんだよ、すごく。複雑よりはキャッチーだから、なんかワクワク感はあるんだよね。ワクワク、人はやっぱこう、なんだ、一度に理解できる情報量って人それぞれだけど、それにしてもやっぱり記号化したものの方が頭にグッとこう
入ってくる量が多いと思うんだよね。だからそういう意味では昔のゲームの方がワクワク感があったりとか、シンプルなゲームの方がワクワク感が伝わったりとかあると思うんだよな。画質が綺麗っていうのはそれは別にそのゲーム固有のものじゃないし、あのスペランカーの1画面に収まる情報量がすごく適度なのよ。そうする余地が、そうそう、それもあるしね。だから頭の中で膨らむ部分っていうのを考えると、まあ黄金の城だとちょっと綺麗すぎるけど、自分でプレイするっていうのを想像しやすいっていうのもあるんじゃない。あとは何が起こってるか分かりやすいから理解が簡単というか、そういう意味ではすんなり入ってくるから、なんて言うんだろうね、深く入り込む。そしてこのゲームやってみる。フェンシングにコロシアムとか子供向け悪い。いや、当時はね、結構、いや、グレートソーマンはそこまでじゃなかったけど、黄金の城は本当に当時の子供を熱狂させたね。あと、アルゴスの戦士とか、ああいう、俺これやってると思ったら全然やってなかった。まだキャラも決めてねえ。これ本当ひどいよな。勝手に想像だけでこの恐竜の動きを作ってさ、こんななんか実写っぽく。いや、俺これ当時からすげえなと思ったよ、この度胸。よくやるわと思った。でもその勢いよしと思ってやってたけど、いや、あの泣き声がうるさすぎてね、ちょっと嫌だ。度胸はすごいよね。だってこんな、この恐竜がいるかどうかもわかんない上にさ、それをリアルに映像にして、そう、無理にだってこんな二足歩行させてタックルさせたりしてんだよ。ひどいだろ。そんなバカなって感じでしょ。そっちもあるね。確かにそれもある。ちょっとやってみようか、これ。トリケラトプス。なんだって、後ろに溜めて前と同時に A 連打。だって。A ってどれだろう。恐竜はこんな動きするのかわかんない。そう、だからわかる。誰も見てないし、鳴き声もわかんないのに、こんな勢いで作っちゃったんだ。確かに。しかし、あれはパクリだもんな、ただの。いや、ほんとにせやらネットあさって買おう。ほんとに、うたらのキキングの戦い方の大概だがな。ああ、そう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 、あれもそうだけどな。裏側に回ると位置が調整されるのが味わい深い。ありすぎ。そうそうそう。ブランカだしな。ブラブラブラー。これだよ、だって。ボタンが何ボタンなのか分かんない。2ボタンだな。オッケー、分かった。あと技なんかあるかな。10は途中参加か、受付中って書いてるけどさ、これ何年のゲーム、これ。あれ、これ一つより古い。そんなわけねえよな、さすがに。台頭が実は格ゲーのルーツ、いや、ごめん、ルーツはもっと古いけど、対戦空手道とかになっちゃうけど、これ何年のゲームだろう。ダイノレックス92年。お、一つじゃん。一つのが全然古いじゃん。てか92年って。92年だね、これ。古いっちゃ古いけど、そんなに古くない。一つなんかより全然古くない。ゲーセンにゴジラあったっけ。てか、やかましいな、これ。てか、ジャンプねえな。これなんかゲージが必要なんだけど。待って待って。ダメだ、これ。うるさいな。もぞもぞしてる。キャンセルとかあんのかな。うわぁ、やぐら。ていうか、なんかメタルブラックっぽいよね。なんか非常に。メタル、マジか。なんかね、メタルブラックっぽいのよ。画風が。海底大戦争と、あのね、なんだっけ、あれ、メタルスラッグが似てるように、これもすごく似ている。同じ人が作ったのかなとか、まあ、グラフィックは一緒なんだろうなっていう。土煙やばいもんね。ちょっとかっこいい、エフェクトがかっこいいわ。いて。そう、うるさいよ。もっとうるさいやついるから。ガンフロンティアチームの3作目です。トリケラ、わら。ほっほっ、ほらほらほら、入れ替え。はい、戻って。いけ、そこだけは冷静なんで。いて、アメリカ版ゴジラがやられた感じだった。いてーす。食われた、食われる。あ、食われた。食われたー。来るよ来るよ来るよ。ステラノドンが来るよ。あ、まだ終わんないか。うるさいな。それにしても。ルナークやりてー。ゲーセン版ルナークやりてー。なあ、ほんとだよ。おかしい。マジか。そう言われると嫌だな。
あ、これやりすぎるとなくなっちゃうのか、ゲージが。で、その時に吠えなきゃいけないのか。左上のゲージとか、体力ゲージの下のやつだ。イテース、これは無理だ。つか、なんで俺今日黄金の城の枠でこれやってんの。いいや。黄金の城はそんなに30分やんのは無理かも。つか、ジャンプあるの。ウォーザード、そうだね。あれ、なんかのおまけでつけるとか、ダウンロード1000倍とかだったらいけると思うんだよ、全然。いや、当時は、勢いがあったね。なんか、こういう、いろんなゲームは出してたけど。タイトは当時はまだ全然活気あったよね。てか、こいつ強いんだけど。キャンセル。いけるか。てか、スト2に対抗するゲームがこれだったとしたらすごいね。でも92年だからちょっと違うけど。特殊。あー来た。あー食われた。ツインゴッテスはあれかなりマシだからでも。いやーでもすごいよね。これ企画して、企画見て、よしじゃあ作ろうってなるのがすごいよね。なんか恐竜ブームでもあったのかな ?CP3?CP3 が特殊なせいかな。ウォーザード、そう、確かに。でもウォーザードのキャラを持ってきたりとかできたから、まあ、だっけ、ジョジョとかサンアドが出てるから、そろそろ嘘嘘でしょ。ウォーザードでもどうなんだろうな。あれ対戦とかあるんだっけ。うわすげえ。プテナノドンは7つの7で。お腹空いて、お母さん餌を食べる。あ、お母さんが俺をお母さんが食っちゃったってことか。なんてシュールな。やってる人いなかったな、オーザード。マジで俺すげえやってたけど。俺、パスワード未だに多分持ってるぜ。俺はなんかパスワードが書けるゲーセンのゲームが好きみたい。嘘、あ、そうなんだ。あー、92年。なんか恐竜ブームがあったかもね。たまにね、恐竜ブーム仕掛けてくるんだよね。レイフォースあった。イシターですね、パスワード。イシターとか、あとは、なんだっけ、コナミのやつ。PSO2 やってる方、この中にいますかね。キーさんからの。そうだよ。ガイアポリスね。そう、ガイアポリス。所長、うちの地域でも青い炎放送始まったんだけど、やっと行ってた意味が分かったわ。面白いでしょ。てか、もうやっと始まるって、こんなに、ね、こんなラグがあるんだね。中途半端なラグなんだね。あと2話くらいで終わっちゃうよ、こっち。今週、違う、来週、今週か、今週来週で終わるな、多分。曲だけ聴こう。曲だけ。曲だけね。ピポーン。オープニング見ましょうよ。何々オープニング、あ、オープニング見たかった。オープニング、だってサターン版でも見れるから、いいかなと思ったけど、見よう。一面の曲が来た。さあ、見れるかな。誰もやってないみたいですね。誰もやって、嘘、PSO やってないの。嘘。PSO やってないらしいぞ。PSO やってないなっていうか、多分ね、ここにいる人たちは最初の騒動とか、ま、いろいろ知ってるから、多分やめちゃったんじゃない？やらねえな。ほら、今はやってないって言ってるもん。ま、やめちゃった系の人が多いんじゃない？で、ここにいる人たちは初代 PSO とか知ってるから、知ってる人多いから、やっぱりなんかちょっと、ねえ、あれを超えるものじゃないとやらないというか。これも発売20年超えか。最初あれだったな。最初あれだったでしょ。ほら、そうなんだよ。だから、キーさんはちょっと遅れて始めてるから、いいよ、これ。これ、ダメだ。却下します。ピーポン。初代で俺に向かないと、あ、初代か。初代で向かなかったんだ。これから始めるというのがいいんじゃない、逆に。つか、ちょっとラグいんだけど、これ。操作がラグい。はい、そんなわけで。今日はお付き合いいただきありがとうございました。すげえ、十字キー超ラグいんだけど。あー、ハブ！だって敵をロックするのも大変なんだけど。あかん、このラグさは。曲だけ聴くだけだったらいいけど。てか、俺キャプチャーだしね。実機だけど、キャプチャーだから。テレビじゃないから。そのラグもさらに加わって。ラグが2つ重なっているよ。いや、すごい遅延なんだけど、マジで。アキラ最高ボールを超えたわ。曲いいわ。あれ？でもこれゲーセン版か、ちゃんと。そんなわけで皆さん、おやすみなさい。僕はエアロバイクに乗って風呂入って寝ます。最高ボール！なぜ最高ボール打った？